ドイツを訪問中のウクライナのゼレンスキー大統領の隣で国家を聞くメルケル首相突然上半身が小刻みに震え始めました口を結び必死で体制を保とうとしているようにも見えますそれでも震えは止まりません隣のゼレンスキー大統領も心配そうですこの日の気温は30度近くあり暑さによる脱水症状を起こしたとみられますメルケル首相はその後の会見で